小野原先輩、河原の方を通って帰りませんか？私は美しい青春のきらめきをお願いします。私のはオレンジ味でした。一口食べてみます？メロン味、美味しいですね。屋さん、メニューの名前週替わりなんですよ。コンプできたら勇者だって言われてます。
本当は松代戦って言うんですけどね。月見草というと同じ赤花科でも昼咲き月見草の方を指すらしいです。私もやっぱり月見草って言っちゃいますね。園芸種としては絵の寺とかお絵の寺というらしいんですけど。月見草、お母さんの一番好きな花だったんです。知ってますか？月見草は満月の晩に一つお願い事を叶えてくれるっていう言い伝えがあるんですよ。昔お母さんが教えてくれたんです。一番背の高い月見草は人が一番強く思う願い事をお月様に伝えて叶えてくれるんですって。ほんと、お月様のアンテナなんて素敵ですね。小野原先輩、一番背の高いお月様のアンテナ探してお願いしてみませんか？大きいですね。そうですね。お願い事叶うといいな。え、そ
それは内緒です。小野原先輩こそなんてお願いしたんですか？うちのクラスの女子、みんなサーファーに持っていかれそうだぜ。サーファーって、やっぱり海で見るとかっこいいね。海なら潜るのも楽しいよ。くぅ、にくいよなサーファー。海から上がったらモテないのにさ。それはそうと、今日の半分けのメンバーは揃ってるのか？先生がチビで見えなかったんだと。チビ？
違うんですか？じゃあ飛行機雲かな。山原さん、先に行かないで。小野原さん、今日はよろしくお願いします。集まりましたか？じゃあみんなにいろいろ注意しておくね。あの向こうのところには行かないこと、それと班で何か目標を決めて今日は行動すること。目標ってなんだろうね。泳ぐとか、海辺の生物の採集とか。それはみんなが考えればいいよ。それをレポートにして班ごとに提出してください。具合の悪い人なんかは生徒会でテント作ってるからそこに行くこと。いいね。皆さん、遅くなってごめんなさい。生徒会のテントを作ってたら遅くなっちゃって。もっと早く来たかったんだけど、さすがにあれだけのテント作りはくたびれたよ。そうね。でもちょっと待って、一人足りないんじゃないの？そうね、一人足りないんじゃない？忘れられてるって俺のことか？まゆみさん、今日もかわいい。川口くんのことを忘れてるわけじゃないわ。ただもう一人いないなって。ワカメ人間じゃないよ、俺だよ。うわっ、ワカメ人間が喋った。怖い。違うんだってば、ワカメじゃなくて。こっち来ないで。
ぐわあ。ところで、今年のグループ目標は何するの？そうだな、掘り立てでここに泳げなさそうな子はいないし。提案があるんですけど。あんなワカメばかりじゃないと思いますけど、見たところちょっとゴミが多いような気がします。目についたゴミを拾ってそれをまとめてみたらどうでしょうか。海水浴場の清掃にもなりますし、環境問題にも取り組めるし。なになに？決まったの？何するの？ゴミ拾い？素晴らしいよ、まゆみさん。やっぱ最高だね、君は。亀人間、倒れちゃいましたね。みんな、置いていかないで。こっち、缶があったよ。こっちはビニールゴミがある。ネジがあるけど、こんなところで誰か何か作ってたの？お人形さん、こんなところに？なんでこんなところに捨てるのかな？ずいぶん汚くなってるのね。まあ、海水浴シーズンだからな。集まりましたよ。
けなら。せっかくの海水浴研修なので思い出に。立花さんが提案してくれたんです。綺麗な貝があるねってことになって。なんて心温まる話なんだ、まゆみさん。うるさい。今俺は崇高な役目を果たしているのだ。放っておけ。ファンクラブの規則第1項に、まゆみさんに対しては誰もまゆみさんの邪魔をしてはならないと決まっているのだ。ゆえに俺は彼女の崇高な働きぶりをカメラに収めるのが仕事なのだ。なんだ、なんだ、お前、まゆみさんを、神聖なるまゆみさんの頭を撫でるとは。女の子を泣かすのは誰ですか。あ、みくり先生、実はこの花が。写真を撮ったりしてるですか。嫌がらせをしたですか。違いますよ。俺はまゆみさんの姿を写真に。しちゃった。せっかくたくさん拾ったのに。もう一度拾おうね、立花さん。海水浴研修のグループレポートもバッチリね。
のレポートの感想はメールかファックスで届ければいいのかしら。じゃあ私とエリカの分は一緒に出すよ。私たち一年の分もまとめてでいいんですか？お手伝いした方がいいなら手伝います。大丈夫よ、まとめてくれればこっちで出すから。おーい、みんな今から解散の挨拶だって。先生が呼んでるぜ。